けますね。避けるね。おい、回避の杖クソ最強じゃねえか、これ。おお、皆さんこんにちは、レノンです。さあ、ということで滅日日記28日目やっていきたいなと思います。今回の滅日日記はですね、2個前の滅日日記の時に初めて滅日で体験使ったんですけど、その時にね、体験必勝法を編み出しまして、テオテスカトの攻撃を待ちながら英雄の証を歌い続けて、で新民切れを当てると、まあ、もうまさにモンスターハンターシリーズの PV であったりオープニングのムービーもそのもののような必勝法を編み出しました。さあ、ということで今回はそれで倒す滅日やっていきたいなと思います。それで倒す滅日ってもうちょっと具体的なタイトルにして。さあ、ということで、まあ、まずはとにかくドクルマーク出るまではね、普通に体験やっていきたいなと思います。でしかも今回は特にタイムを狙っているとかいうわけではないので、この辺はね、温かい目でどうぞご覧ください。ドロー、お、わんぱくだね、わんぱくだね。あ、間違えた、ちょっとめっちゃ普通に降りちゃったんだけど、ぽいや。やっぱ吹っ飛ばしの時にさ、石使っちゃうと体験の新ためする時の石がなくなっちまうな。さあ、ということで、まあ、とにかく頭よね。1、2、3と、オッケー、オッケー、ナイス、オッケー、ナイス、ナイス、オッケー。これは新ためいこう。12かな、3はいけない。よーし今、あ、全然うまくいかなかったって思ったけど、うまく言ってました。さあ、てかダメージ低くない？マジで新ためちゃんと3回分ためて577なの。あ、ここよ。12、オッケー、熱い。さあ、けますね。避けるね。おい、回避の杖クソ最強じゃねえか、これ。おお、さあ、1ためぐらいいっとくか。ナイス、いいね。さっき新ため3で577だったから、しっかりと頭にあって1271。ありがとうございます。やっぱこれ2000はなかなか超えないものなのかな。待って、この装備気絶再生ついてない。あかん、熱い。ちょっと吹っ飛ばさせてくださいよ。夢の舞台へ駆け上がる。間違えた、吹っ飛ばせよ。何今傷つけてんだよ。何してんのこのモンハンの世界の俺、舐めすぎじゃない？さすがに。あっつ、ちょっと飛躍ももうないからさ、体力ゲージ減っちゃったんですけど、もうええわ。12ぐらいいけんだろ。うわあ、吹っ飛ばしたいな。いや、ここはまた1ためでちょっと右よ、やっぱり。よいしょー、オッケー、ワン、ツー、トラーラー。これよ、結局体験注文は。本当はもっとね、1回目のためも2回目のためももっとためれるんだろうけど、ちょっとあんまし欲張んない、ちょっと怖いから。結局一番最後当てれなかったら意味ないからね。皆様気づきましたでしょうか、ドクロマーク出てますね。ってことは、間違えました。ちょっと待って。これさすがに倒さないよね。大丈夫だよね。これで。これで、ダメージ調整。ダメージ与えといて、この次からよ。よし。さあ、今日の
滅日のテーマ、皆様覚えてらっしゃいますでしょうか。ある程度距離を取ってパパ、ある程度距離を取ってパパパパーン、パパパパパパーン、パ登ってくんな。まあまあまあいいわ、逆に登らせといて降りてきてからここよ。パパパパーン、パパパパパパーン、パパどこにも当たってない、みょーん。ここで待ちます。トゥン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 。しっぽやんそれは。え、結構むずいんだね。前のさ、滅日日記であれうまくいってたの、めちゃめちゃラッキーすぎないか。さあ、来いや。パパパパーン、パパパパパパーン、パパパ、あた、あ。もうええわ。くたばれもういいです、無理です。モンスターハンターのオープニングみたいに倒すの無理です。なのでもういいです。さあ、ということでモンスターハンターのオープニングかのように体験を使って倒すチャレンジ滅日でしたが、あんましうまくいかなかったね。前々回の滅日日記でできたあれは結構ラッキーだったのかもしれません。またこのね、滅日のモンスターハンターオープニングみたいに倒すチャレンジはまたリベンジしたいなと思います。さあ、ということで封じられた弾は6つ、6つもあればまあさすがにまずレア12ぐらいは出るんちゃう。いきましょう。ほう、ほう、いや、レア10に出たけど、マキこれ、攻撃種に出てないかも。